あれ？キュービじゃなくて直接魂持ってきたの？え？もしかしてこれじゃダメです？ちょっと珍しいけど、でもちょうどいいかも。どういうこと？二つあるから、一つで時を紡いで、もう一つを使ってタマちゃんの命を一つ残してみましょう。おお、よくわかんないけどよろしく。じゃあなるべく変化がないようにやっとくから、もう戻っても大丈夫。え、そうなんですか？儀式もだけど説明とか面倒。これから時が変わるからどうせ覚えてないし。おい姉ちゃん、何ぼーっとしてんの？ん？ランがアホなことばっかやってるから固まってるのですよ。かわいそうなレーンなのです。いや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 、生まれてこの方アホなことなんかしたことないし。そういうところがすでにアホ。おい、レーン、どうしたのです？え、あれ、いや、なんかタマがすごく懐かしく感じて、なんでだろう。はてはて、タマの代わりなんて疲れましたです。お疲れ様。時は来た！な、何事？え？ああ、いえ、そんな気がしただけです。二人とも、とっても頑張ったので、あいつらとの決戦も近いかな、なんて。そうだね、そろそろアウィン姉さんや召喚師のみんなに声をかけてみようか。いよいよか。おっしゃ、気合入ってきたぜ。ではでは、作戦開始しますか。え、ああ、では世界救出作戦開始。あ、ツインエスや召喚師たちへの連絡は任せてくださいな。よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。うん。アルテマゲートか。何をするつもりだ。おい。何のつもりだ。はっ、あっ、もらった。セイバーどもか。どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテマゲートへ向かい、セイバーどもが何かをしているようだ。今さら何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。まだまだ時間かかりそうだな。
全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあな。なんだそれは。まさか。やめろ父さん。貴様、この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカの息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。ごめんなさい母さん。私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守って、みんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私まだまだバカみたい。バカのまんまだから母さんと戦う。耐えられねば死ぬぞ。Thank you.
よくやったな。父さん。父さん。俺。ごめん。俺。最後まで。結局、父さんは、俺が謝るのは私の方だ。すまないな、ラン。え？私はお前たちを守れなかった。あの時に、何もできずに死んでしまった。これは、この体に残っていた魂の残滓だから、何も気にすることはない。気にするに決まってるだろう。ラーン、そっか。なんだよ父さん、ちょっと嬉しいぞ。何が？いつの間にか、そうやって人のために泣いて戦っていろんなものに立ち向かえるようになってたんだな。その心、忘れるなよ。
ダメ、力を暴走させちゃダメ。ごめんなさい、私。悲しい顔をしてると幸せがどんどん逃げちゃうよ。だから笑って。凝り染めの状態とはいえ、あの二人を退けたか。すまない、止めきれなかった。私たちが止める。ああ、変身に気をつけろ。
っしゃ勝った。違う、まだ。我は長い時の中初めて A 世界に実を持つことができた。それはこの世界に我のルールを持ち込むことができるということだ。ゆえに必勝の存在となれるのだ。A 世界を守るセイバーですら無意味。さあどうする。どう限界を超える。我が世界のルールどう覆すのだ。